海外のサイトからラッパーの情報をリサーチしていたら、結構くだらないんですけど、こういった記事を発見しました。ラッパーの履歴からわかる好きな食べ物。どうでもよくねって思ったんですけど、なんかくだらなさすぎて、真面目に動画にしたらどうなんだろうと思ったので、本日はラッパーの履歴からわかる好きな食べ物特集をやりたいと思います。はい、皆さんこんにちは。企業からラッパー、イジアイことエジです。本日もインターネットビジネスとか企業とか副業とかヒップホップに精通するお話をしていきたいと思うんですけど、今日ですね、聞いてわかると思うんですけど、多分ね、ちょっと喉枯れちゃってるんですよ。昨日ね、僕お店だったんですけど、それでね、ハードリカーのちょっと飲みすぎてしまって、酒焼けしてしまいました。まあ、それでもね、YouTube 撮らなきゃいけないので申し訳ないんですけど、ちょっと聞きづらいかもしれないですけどね、今日はね、このガラガラの声で進行させていただきたいと思います。はい、みたいな感じですね。僕のね、この YouTube はね、普段はですね、ヒップホップとビジネスの情報を掛け合わせて情報発信をしているんですけど、本日はですね、もうちょっと柔らかい感じでね、箸休め程度のエンタメ系の動画をやっていきたいと思います。でね、先ほども言ったんですけど、本日はですね、ラッパーの履歴からわかる好きな食べ物特集ということでですね、この記事書いたね、外人さんも暇なんだなとか思ったんですけど、とりあえずですね、こういった感じの食べ物系のね、動画にしたいと思います。皆さんどうですかね、好きな食べ物とかありますかね。ちなみに僕が好きな食べ物は卵、牛レバー、ゴーヤー、玉ねぎのかき揚げ、グリーンカレー、ネギトロが大好物です。はい、結構変わってるって言われます。今回はあくまでも海外の記事からリサーチしたリリックに出てくる食べ物ということなので、リリックに書くくらい好きなんだろうな的な感じで見てもらった方がいいです。僕も海外の記事を読んでいて、リリックに出てくるからって好物とは限らないんじゃないとは思ったんですが、その記事通りに一応好きな食べ物として進行していきたいと思います。それではいきます。ジャダキス。ジャダキスのリリックに出てくる好きな食べ物はフライドチキン。リリックは24 has to live からこの部分、バケツを蹴るのに24時間あったらファックだ、おそらくフライドチキンを食べてナンタケットを飲むだろう。いやいや、言うても外人さんフライドチキンみんな大好きですからね。調べればフライドチキンのリリックなんて山ほど出てきそうですけどね。本日はこんな感じで超ゆるくいきます。お次はノトリアスピック。ビギーの大好物はこちら、ティーボーンステーキ。リリックはビッグポッパのこの部分、腹を満たすティーボーンステーキ、チーズエッグ、ウェルチュのブドウ。ティーボーンステーキとはサーロインとヒレが両方ついた骨付きステーキ。間の骨がアルファベットの T に似ていることからティーボーンと呼ばれるそうです。これ美味しそうですよね、食べてみたいです。お次はビッグパン。元記事を書いた外人さん、これ絶対体型で選びましたよね。ビッグパンの好物はポークチョップとシャークサラダ。リリックはバンドフロム TV のこの部分、シャンパーニュオンザロック、ロッキンフォートノックスラザロ、シャークサラダ、人参、ポークチョップ、アップルソース添え。シャークサラダって思いますよね。日本ではそんなに馴染みがないのですが、海外でサメサラダは普通に食べるらしいです。サメは結構淡白な肉なので、僕は以前フライにして食べましたが、サラダにするとどんな感じなんでしょうかね。シーチキンみたいな。今度サメ肉見つけたらサラダにしてみようと思います。お次はリックロス。いや、元記事書いた人これ完全に体型で選んでんな。これリックロスの好物はこちら、レモンペッパーウィングス。これめっちゃうまいやつ。 UOENO のこちらのリリック、夢の中の鳥、庭のボート、レモンペッパーが俺の羽に。俺の羽。このレモンペッパーウィングはヒップホップ発祥の地、アトランタの人たちがこよなく愛す食べ物らしいです。へえ、そうなんだって感じですよね。この情報を知ってからはレモンペッパーウィングを食べるときに必ずヒップホップのことを考えそうです。ヒップホップが好きな人はレモンペッパーウィング必ず一度は食べましょう。お次はトゥーチェインズのグッドモーニングからこちらのリリック、俺のお気に入りの料理は七面鳥のラザニア。ということで、七面鳥のラザニア、ターキーラザニアですね。リリックでも俺のお気に入りと言ってるので、これは好物であることは間違いないです。どんな料理か調べてみたんですけど、ターキーのひき肉を使ったラザニアのようです。日本よりも七面鳥をよく食べる文化ですからね。祝い事の時に七面鳥の丸焼きを作るのが面倒な時、このターキーラザニアでごまかす。なんてことを海外在住の日本人の方がブログで書いていました。このターキーラザニアって普通のラザニアより美味しいんですかね。これもちょっと食べてみたいですね。お次はピンプシー。ピンプシーの好物はシュリンプ、つまりエビですね。シッピンオンサムシロップのここのリリックなんですが、私たちはエビをたくさん食べて葉酸中毒になりました。何このリリック、どういうこと。本当にこんなリリックがあるのか、そしてどんな内容なのか気になったので調べてみたら、これちゃんとありました、エビの下り。しかしこの前後を読んでもなぜエビの話になったかは分かりません。そして葉酸中毒とはどのような症状なのか、これも調べてみたんですけど、
とりあえず女性の方が妊娠した際に葉酸サプリなどを飲むということはなんとなく知っていましたが、どうも葉酸中毒と調べてみても葉酸中毒という言葉自体どこにもありませんでした。さらにエビが葉酸をたくさん含んでいるかについても調べたのですが、どうもそれもなさそうでした。他の食材はたくさん出てくるのですが、エビはどこにも載ってないんですよ。なので私たちはエビをたくさん食べて葉酸中毒になりましたというリリックから、中毒になるぐらいエビを食べるということでエビ好きは間違いないですが、エビをいくら食べたところで中毒にはならないっぽいです。そもそもエビが葉酸の多い食べ物ではないらしいですから、なんのこっちゃこれ。もしかしたらまだ何かあるのかなと思ってもう少し調べてみたんですよ。そしたらヤフー知恵袋にこんな質問がありました。エビを毎日食べると死ぬよって言われました。本当ですか？お、これはと思ってベストアンサーを見たら、私は祖母からエビばっかり食べていると背中が曲がるって言われました。根拠はないそうでしたが、いやこれアンサーにもなってないよね。編集の最後のところでちょっと気づいたんですけど、葉酸じゃなくてこれ葉素でした。申し訳ございません。でそれで一応ですね、葉素の方でですね、葉素中毒のことを調べたんですけど、葉素中毒はないようでした。でですね、葉素の方はですね、一応ね、甲殻類エビにもね、多少含まれているそうです。申し訳ございません。お次はシーローグリーン、いい歌歌いますよね。そしてシーローグリーンのソウルフードという曲、ちなみにソウルフードとはアメリカ合衆国南部の奴隷制度を通じてアフリカ系アメリカ人の伝統料理の総称のことを言います。日本では地元料理みたいな感じで使われますよね。リリックにはフライドチキン、マカロニ、チーズ、コラードグリーンとあります。コラードグリーンってこんな葉物の野菜で、料理はこうやって刻んで使うことが多いようです。皆さんのソウルフードって何でしょうか？僕の住んでいる県では太い焼きそばにミートソースをかけたイタリアンという謎の食べ物があります。何がイタリアなのかよく分かりませんが、でもこれ結構美味しいんですよ。皆さんのソウルフードもよかったら聞かせてください。お次はリュダクリス、オントップオブザワールドという曲のリリックに、シンガポールのロブスターを注文するとあります。まあロブスターは美味しいでしょう。そしてブージーバダズのグリーンライトスペシャルのリリックには、生のフィットチーネとステーキを食べてクローフィッシュも食べようぜ。クローフィッシュ？ザリガニ？まあこんな感じですね。ザリガニ料理です。言うてもロブスターもザリガニなので、この二人はザリガニ好きで決定です。そして本日最後に紹介するのはアクションブロンソンの好物です。いいですよねこのスタイル。太っているのがおしゃれな人っていますよね。アクションブロンソンはまさにそんな感じです。まあ僕的にですが、なんか可愛くないですか？手足が短く見えてアニメっぽいというか、それに動きとか表情も無垢な感じで好きなんですよね。そしてこれロングのジョイント日本スタイル、いやーかなりスタイル出てますよね。こういうとこが好きです。そしてそんな可愛いアクションブロンソンの曲、サグラブストーリー2012のリリックで、俺は子羊の脳を食べて覚めているだけだ。おやーなんかあれですかね、グロ系のあれですかね。と言ってもパキスタンでは子羊の脳みそは普通に食べるらしく、スーパーなどでも売っているそうです。画像は苦手な方もいると思いますのでぼかしておきました。料理自体も結構そのまんま脳みそって感じの形の料理ばっかりだったんですが、こちらの羊の脳みそのカレー、これなら大丈夫でしょう。脳みそはとても濃厚でクリーミーで豆腐のようにとろけるようです。脳みそだろうって思うかもしれませんが、まあでっけえ白子だと思えばいいわけです。おいしんぼでも紹介されていたので、まあ本当においしいんでしょうね。僕は普通に食べてみたいです。アクションブロンソンがリリックに書くくらいなんで、まあ子羊の脳みそよっぽどおいしいんじゃないでしょうか。これ食ってみて、はいみたいな感じですね。今日はですね、好物かどうかわからないんですけど、まあ元記事の方にですね、リリックからわかるラッパーの好物みたいなこと書いてあったんで、一応ね、そのラッパーの好物として紹介させていただいたんですけど、まあね初めはですね、もうちょっとねなんか内容のある情報を発信したいななんて思って動画作っていたんですけど、まあ僕もですね、食べたりするのがすごい好きなので、まあ作ってる最中からこれ面白いなと思って、はい結構テンションが上がってました。まあ僕ですね、他の動画でも言ってるんですけど、まあ僕料理が結構大好きなんですよ。で料理が好きなのっていうのも、まあ作るのも好きなんですけど、まあそのやっぱ美味しいものが食べたいので、まあ僕普段から結構料理するんですけど、この間はですね従業員さんにねこちら作りました。こちらですね、16穀米の和風豆カレーみたいな感じですね。これ結構美味しかったですね。だし醤油を効かせました。まあねこういった感じのね、僕健康食も結構好きだし、16穀米とかってこのね色合いが僕好きなんですよ。なんでこういった感じのね結構質素な感じのお昼ご飯とか作ってもね、これハラスとですね卵焼きだけなんですけれど、それでもですねこの16穀米があるだけでなんかちょっとねおしゃれな感じに見えたりして、まあ結構ですね僕はこういった感じの健康でね美味しい食べ物が本当に大好きです。はいみたいな感じですね。今日はですね
ね、まあ食べ物の話になぜか寄っちゃったんですけど、まあそれでもね、まあこの中に好きなラッパーさんがねいて、その中のリリックが知れたらいいかなとか思ったので、こういった感じの動画にさせていただきました。はい、それでですね、あの前回の動画でも言ったんですけど、あの質問ね、毎回もちょっとね忙しくて返信ができなくなってきたのでね、その中からね、まあ1個とか2個とか見つけて、この動画でですね、まあね、その質問とかね、そういった感じのものに答えていこうかなと思って、まあ今日はですね、こちら挨拶がマックス酒井、というのが来ました。まあ僕ね、このマックス酒井って全然誰か分かんなかったんですけどね、あの YouTube で調べたらすぐ出てきました。はい、マックス酒井さんってね、こちらのピストルとかね、拳銃とかそういったことをですね、まあ YouTube で情報発信してる方らしいんですけど、まあこの人がね、あのなんか結構カミカミの動画があって、まあそれがなんかバズってたっぽくてね、あの僕のその喋りがね、そのマックス酒井みたいな感じなのかなと思って、はい、皆さんこんにちは。はい、全然なってない、俺噛んでないですからね、結構これでも滑舌はいい方ですからね。まあ一応ラッパーということで、はい、みたいな感じですね。今日はですね、ちょっとビジネスとは関係ないような感じの情報になってしまったんですけど、まあどんな感じだったでしょうか。今日の動画面白かったよって思ってくれた人はぜひグッドマークの方よろしくお願いします。あと今後もね、こういった感じビジネスの情報とヒップホップの情報を両立して発信していきたいと思いますので、今後も見てってやるよって人がいてくれたら、ぜひですねチャンネル登録の方よろしくお願いします。チャンネル登録の際にあのベルマークみたいなのも一緒にチェックしてもらえるとありがたいです。あとですね、バットマークはですね、僕だけじゃなくて他の人にもあげない方がいいです。それはあなたの心がねどんどん病んでいく原因になりますので、バットマークとかね、人のディスは言わないようにしましょう。はい、ということで本日は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。キーオカラッパ、以上、ヤコタエイジでした。また次回もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。